小沢一郎の時代を問題が意味なんか考えたこともない。小沢一郎の日本改造計画も読んだことがない。自分が世間の注目を浴びるために一番適していたのが小沢先だっただけの話と、そういうようなことを平気で言う。まさに自分のために嘘を発表するより奇弁を通して、そして正解まで行こうとする。それは何か、自分が元国会議員の秘書をやっててクビになった、裁判した、そしたら負けた、だから司法が悪い、裁判所が悪い、こんな論法の野郎がそういう証拠書類も見せられない、そして人の名前を使い、いくつか平和弁護士の名前まで使っている、この人連れが生田弁護士に電話すると、いや名前を使われて困っているんだ、悪口を言ってないようだから告訴はしないが非常に困っているんだ、そういうことを言っているものを今度はこの人連れがしつこく聞くから、まさにこういう言い方したんだ、こういうことをまた公言している、こんなものをまさにはっきりと性格の通りまだ西島敏さんあたりに寄付しているものはやめたらいい、これははっきりと言える、そういう証拠を持って今言っている、半端なことで